江東区東洋の江東区文化センターで正規雇用を目指す方を対象とした就職セミナー、就職支援セミナー就活の基本が行われました。平成23年度から若者への就職支援を目的として始めました。新卒での採用を目指している大学生から非正規で働いていらっしゃって正規雇用を目指す方への足がかりになればなと思って行っています。採用面接で重視される自己 PR の作成を中心に2回に分けて行われる今回のセミナー、1回目のこの日は就職活動の方向性についての説明がなされ、大学生など5名が参加しました。まずセミナーでは初めに講師のヒューマンタッチ株式会社の松本さんより、有効求人倍率は昨年6月時点の 0.82 倍に比べ、今年7月で 0.94 倍と改善傾向にあるが、そのほとんどは派遣などの非正規雇用によるもので、正規雇用を目指す人にとっては厳しい実情が続いている、状況を見極めて現実的な選択をしてほしいという最近の雇用情勢についての説明がありました。続いて参加者は1分間の自己紹介を行い、懇親を深めた後、過去の体験についての質問をもとに今後のキャリアの方向性について考える職業興味テストに取り組みました。やりたいことっていうのははっきりしているという、意識があったんですけど、自分がどういうふうなもの仕事に興味を持っているかっていうことが、グラフでちょっと読み取れて、それがちょっと面白いっていうか、興味深い。今準職員で働いているんですけれども、やっぱ正規での就職口が今の就職先ではないので、やっぱ自分で開拓していかなければいけないし、なんか皆さんのやる気がすごい高いので負けないように頑張りたいと思います。江東区青少年センターでは年2回就職支援の講座を行っており、個別に講師に相談することもできるので、就職活動の進め方に不安を持つ方に利用してほしいとのことです。